そして11月拓郎さんの発案で4人のオムニバスアルバムクリスマス発売。これが売れなかった、これはフォーライフの4人が一緒のアルバムということで、そうです、僕らもねとっても期待して、もう1000万枚が軽くいく、もう100万枚なんてもう目じゃないっていう、1人ずつで100万売る人たちですからね、売るっていう人たち最悪400万じゃない、普通に考えりゃ、うん、だからさもうそうすごい勢いで家のやったわけ、いっぱい作って毎初回プレスもバーンバーン30万枚吸ったらさ20万枚残っちゃったやったー何が原因ですかね、タモさん、あれ社長が思うに、その時社長思ったね、はい、あの2たす1は 3にならないですよ、1たす1が2にならないんだ、だからジョイントコンサートっていうのがあるとしたら、はい、もしね、はい、アルフィー吉田拓郎のジョイントコンサートがあるとしたら、はい、2倍の客が入るかと思うとそうはいかないんだよな、さっき口、はい、そうですね、そうなんだ、倍の客が入る集まるとは限らない、そうですね、うん、1人だけを見たいって人がいるんですよね、そうそうそう、一緒両方一緒は嫌だと、うん、だからレコードにしちゃったら4人一緒になってると陽水のファンからすると陽水の単独のアルバムの方がいいなんで小室俊哉泉谷しげるが入ってるんだそういうことになっちゃう、拓郎さんと陽水さんだったらどうですかね、2人でダメだよね、ダメですかね、噛み合わないな、噛み合わない、まずその前に陽水と俺がダメだもんまずレコードどころじゃない、レコードどころじゃないとてもじゃないな、ね、それただのコンサートみたいなもん、ただのコンサート、ただのコンサートって客は入んないでしょ、あ無料、無料だと、ね、無料のコンサート、ね、ありがたみがないんですかね、やっぱりそういうことも、そういうのあるだろうね、大事なもん、無料はねこの時でもその20万枚余っちゃったのどうしたんですか、タコさん、俺がその買い取ったんですか、社長になってですねあの各レコード店を回るんですよ、はい、社長の、社長が回るんですか、レコード店巡りっていうのがあったんですよ、次の年に、それでレコード店の店主たちとコンベ社長コンベンションっていうのを開きまして、はいはいはい、各地を回りながら、はい、どうも申し訳ございませんでした、吉田です、今度社長になって吉田ですどうも申し訳ございませんでした困るね社長さん、あんなに2000年もの、あの残っちゃったら在庫が残っちゃって困ってんだよそんあんなことしてもらっちゃ困るよこれからどうも申し訳ございません、今後はそういうの作りませんので絶対にやっぱり社長とアーティストは別の方がいいですね、別がいいね、頭下げながらねこれはやってけんな、社長も嫌だなこれはと思ったら、そうなんだ、そうだったんだ、レコード店の人たちってすごい怖くて、うるさいんだよ、あ特にその頃はそうですよ ね、 そうだね、現場で売ってくれるっていうのはレコード店が強い時代だよ、そうですそうです、だからレコード会社も営業が強い、そうだよ、ね、そういう時代だからね、実際やっぱり、ね、私は参った、日本中をねあの頭を下げて 回ったんだよ、なんて参った、もう穴も作るんじゃなかったと思ったもんそうですかね、うん